アトリエも手を抜く。それでは、どうぞ、ちょっと気をつけていただければと思います。よろしくお願いします。
長唄三味線江戸の歌と三味線を歌い始めました。本当に何でもやられる方でびっくりさ。普段着がずっと着物なので、今日いらしている田村さんとサウジアラビアに着物で行ったぐらいお仕事でですけれども、ずっと着物を着ている生活なので、どうしてもこう時代劇が多くてですね、お三味線弾けますかとか、形だけでもどうですかって言われるので、これは弾けた方がお仕事の幅が広がるなと思いまして、何でも貪欲に取り組んでおります。はい、素晴らしい。ありがとうございます。ちなみに、はい、ナトニの名前は、はい、ちょっと持ってていただけますか。松仙、松に扇と書くので、大体この松もしくは扇を使われる方が多いんですけれども、本当は市山松園にしたかったですね。上村松園の前の絵のように踊れるようになりたいと思ったんですが、みんな同じことを思わはるみたいで、もうすでにこの市山流に松園さんが3人追いはったんで、それはさすがに違う違うってもうちょっとって言われまして、はい、自覚も良かったのでこれにしたんですけれども、ちょうどシャンシャンが生まれはった頃に名前を取ったんで、ものすごい分かりやすい名前にしてと一問で言われております。少々と呼びます。よろしくお頼み申します。ありがとうございます。ぜひ皆さん覚えて帰ってください。ありがとうございます。一つだけ宣伝してもよろしいですか。日曜日に見に来てくださった舞台が終わったばっかりではあるんですけれども、12月26日に神奈川県の、県の助成金などが入りまして、一つ2メートルというソーシャルディスタンスをテーマにした舞台に出ることになりました。本当に役者同士が2メートル2メートル以上近づかないっていうお話なんですけれども、市民の合唱団が使っている中学校の講堂に自治会がそこで相談事をするためにその場所争いをするお話でした。音問題のところとか、どうやってこうソーシャルディスタンスを取るかというようなお話を盛り込みながらのコメディになっていると、明日行かないとまだ私台本を読んでいないのでもらっていないので、そこまでしかお話がわからないんですが、最後に第九を歌わせていただくことになっていまして、第九の歌をテーマにしながら、みんなの心の距離を縮めつつ2メートルは保とうというようなお話になっているそうなので、こちらの完全に無料で配信いたしますので、もし今回のイベントの Facebook のページの方に登録してくださっている方は、そちらに配信予定を貼らせていただきますので、ぜひ12月26日の午後6時から無料で配信で見ていただけますので、ご覧いただきましたら幸いでございます。どうぞよろしくお願い申します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。